獣を逃がさないわ。これは幻覚。これを見せる目的はあなたと同じように苦しませるため。でも意味はない。私は苦しみを感じない。帰らせて。局長を守るのは私の役割。それこそが私の存在意義。私は他人の苦しみを捏造しません。彼女たちの感情を呼び起こすだけです。感情はとっくに捨てた。もう一度言う。帰らせて。本当に捨てたのならここへは来ないはずです。あなた自身が残ると。局長がブラックリングの中に入るならあなたもついていくべき。彼女の命令があなたの唯一の存在意義。でもあなたは命令を疑いついていかずにその場にとどまった。だから彼女は一人で進み危険に陥った。守るべきじゃないの？疑っているの？違うの。私は命令を疑ってない。彼女を守りたい。命を懸けても守りたい。でも私は知ってる。もし彼女がブラックリングに入ったら守れなくなる。前と同じように私は彼女を守れなかった。まるで今のように。彼女を守るのが私の存在意義。でも私は弱い。だからこうするしかない。ごめんなさい。あなたが足を止めたから局長は一人になった。私が止めることができたら局長は危険な目に遭うことはなかった。余計な判断。あなたは命令に従うだけでいい。でも局長を守るのも命令。どっちに従えばいいの？私には選べない。局長を守るためにどうすればいいのか。誰も正しい命令をしてくれない。でもそれはあなたと関係ない。私がどれだけ悩もうともそれは全て命令のため。あなたに揺さぶられる感情はない。過去のあなたなら今の命令にしか従いません。命令が衝突したらあなたは上から実行できる指示があるまで行動を止めていました。ですが
今のあなたは戸惑い、あがいています。あなたは彼女の決断を理解したいのでしょう。苦しみを分かち合いたい。そばにいて支えたい。でも彼女が傷つくことを恐れて心配しているのです。自分の無能と弱さに焦りを感じ、正しい答えを求めているのです。これは命令がもたらしたものではありません。複雑すぎるがゆえに、感情を捨てたあなたではそれを処理できない。あの手術が意味なかったというの？また余計な感情が出てきて邪魔して、私が不要に。じゃダメ。これは間違っている。私が動揺しては戸惑ってはいけない。お願い、余計なものがまた出てきたらそれを捨てて。私は命令を実行する。ここに閉じ込められるわけにはいかない。捨てませんよ。あなたを捕らえているのはあなたの心。いや、こんなの嫌。帰らせて。彼女を守るの、邪魔しないで。こんな感情全部捨ててもいい。捨てる必要はありません。ヘカテ、目を開けて彼女を見てください。これ。ヘカテ、目を開けて彼女を見てください。これは幻覚ではありません。彼女は力がなくてもここに入りました。あなたたちを失っても挑戦を続けています。それは間違った判断なのかもしれません。そのせいで何度も倒れてしまうのですから。でも彼女は再び立ち上がって戦いを続けます。そんな彼女を弱いと思いますか？情は弱くない。彼女はいつも強い。彼女の戦いを支えていたものを私は。彼女の戦いを支えていたものをあなたは知っていますか？これも余計な感情なのでしょうか？
なたにはまだ余計な感情がある。行く意味はない。ただ悪夢、こいつらを倒して。自分でやるのも悪くないわね。本当に行くのか？そろそろ体を動かさねえとな。救済を与える。自分でやるのも悪くないわね。武局の前奏が。戦いは好きではありませんが、逃げることもいたしません。自分でやるのも悪くないわ。
人に近づいてはいけません。何もできませんでした。あなたは誰？どうしてわかるの？あなたの心の声が聞こえてきただけです。言ってください。あなたはもう自分の感情にとらわれることはありません。ずっと待っていました。